メリカラスベガスで行われたボクシング村田亮太の2度目の防衛戦。相手は24戦23勝アメリカのブラント。試合序盤、村田はブラントに攻め込まれます。すると第3ラウンド、会場からは村田コールが湧き上がると、右のショート、ボディ右、どん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 前に出ます。さらにワンツーワンツー、来た、今君ヒット、最高だ。しかし第9ラウンド、ああちょっと顎が上がった、ブラントのパンチが村田の顔面を捉えます。12ラウンドで決着がつかず判定となった試合、3対0でブラントに敗れた村田、2度目の防衛はなりませんでした。